足を緑の牧場にふさせ、憩いの水辺に伴われる。神は私を生き返らせ、慈しみにより導かれる。主は我らの牧者、私は乏しいこと。私は災いを恐れない。あなたが私と共におられ、その無知と杖は私を守る。主は私は乏しいこと。叶い主は我らの牧者、私は乏しいこと。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビゴ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビゴはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病人のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかしそうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコが何度もせがむので、役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかしルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために処刑する長崎まで歩かせ引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど裸足で後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。冬の寒さ、雪や霜が降り、裸足だったため足が腫れていました。おい、ビラや、バラバラの服着てるや。ルドビコはあざけられた時にも怒ったりせず、微笑んであざけった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビゴの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビゴに半三郎は声をかけました。お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。ルドビゴは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよいと言いました。しかしそれを聞いた半三郎は、いや、それはダメだ、キリシタンの教えを捨てなければと言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。そして私と一緒にパライソへ参りましょうと自信を持ってきっぱりと答え、再び微笑みました。ルドビコが言ったパライソとは天国のことでした。半三郎の表情はこわばり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて、大村湾に臨む園木の町にたどり着きました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時頃に
対岸の時津に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら、寒い夜を船の上に身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は時津から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引き立てられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いてきたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私のかかる十字架はどれですか？とそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよ、と教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエス激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ神を褒めたたえよという詩篇を歌い続けていました。そこに押し寄せていた群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の修道士パウロ・ミキは、私を十字架につけて殺すあなた方を許します、命が尽きるまで説教を続けました。ついに半三郎が合図を出しました。最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。すべてが終わって家に戻るとき、半三郎の目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。